キチャンネル。今日金曜日で総チェックということで、オールスター前迫ってきましたけども、差を広げるのか縮めるのか、プロ野球ね、中中盤大事な戦いになってきます。総チェックやっていきましょう。まずはパリーグから、楽天対オリックス1対4でオリックスの勝利というところで、オリックス先発ソトに7回112球6安7三振3四球1失点というところで、これで5勝目、その中の5勝の4勝が楽天キラーピッチ、ね、楽天キラー、この前の今井も西武のね楽天キラーだったけども、一時田島も楽天キラーだったんじゃないのかな、ね、で楽天先発ね、内定流、5回89球4安打1三振3四球3失点、杉本一発離脱っていうね。だからまあオリックスもこうなんか強い勝ち方っていうのじゃないけども、パーンと一発でね、杉本のスリーランで勝ててよかったなっていうところもあるし、まあ楽天もね、なかなかちょっと連打が続かないっていうところが苦しいかなっていうところもあるけども、楽天はね2回先制、ワンアウトから浅村ツーベース、そして阿部がセンター前ヒットを打って、ワンアウト1、3塁からフランコなんかね、犠牲フライきっちり打って1点先制で、4回でもね、2アウト1塁チャンス作るけども、大高センターフライと、まあ、ここでもう1本出てればっていうところがねあったけども、でオリックスはね5回ワンアウトから、西川内安打、セディーノセンター前ヒットで、ワンアウト1、3塁から杉本が、左中間にスリーランホームラン、ピチ、この前ロッテのね、鈴木翔太からホームランを打って、ここから復活していくかっていう中でね、この3点大きかったけども、この6回ね、内から藤平に代わって、森がライト前ヒット、紅林送りバントで、西川のレフトフライをなんと阿部が落球バッと、で、ワンアウト2、3塁になって、セデーノがね、レフトへタイムリーヒットを打っていって、この1点がね、何気にこの試合を決めたね、大きな1点だったね。しかもミスからだからね、これしっかりレフト取っとけば、ね、この1点はなかったんじゃないのかなっていうところもあるけども、まあ、この1点があったおかげでっていうかね、あったせいでっていうのもあるんだけどもね、この楽天としては8回ね、ピッチャー曽田に最後ね、8回も投げに行ったところ、先頭王号、2番、村林ともにね、連続でフォアボール、しかもこれ簡単にフォアボールだからね、でノーアウト1塁になって、これがねもし2点差だったら3対1で、辰巳はねここ送りバントもあったと思う、でも3点差だから2点取っても仕方ないと、もうあと9回1回しかないとっていうところで、まあ、ここからね、もう打って出るしかないっていうところで打っていくんだけども、ピッチャーがねここから外から小田島に代わって、辰巳ライトフライ、鈴木大地ショートフライ、そして浅村レフトフライっていうところで、ノーアウト一塁チャンス作りながら、そこから三者凡退で無得点っていうね、これやっぱり3対1だったら送りバントして鈴木大地浅村で最低でも同点持っていこうっていう作戦が取れたと思うんだよね。そういったところで言うと、やっぱ6回のこのミスからの1点、オリックスとっては大きかったし、楽天とってもかなり大きなね、失点になったかなと。で、楽天はね、最終回、ルーキーの中島、プロ初ヒット、ツーベース。なんかイレギュラーしてね、運も持続のうちだから。ね。しかし、試合は4対1、オリックス、成長でした。ソフトバンク対西武、3対2でソフトバンクの勝利。西武先発畑、3回63球、3安打1三振、4四球1デッドボール2失点と5四死球。で、ソフトバンク先発有原、7回116球、6安打9三振、1四球2失点と、まあこちらも安定したピッチングで勝ち投手っていうね。だからまあ畑ね、3回投げて、まあ素材は素晴らしいね、ストレートも力強いし、しかも制球がっていうところがあるから、まあでもね、まあ今の西武の状況を考えると、こういった若手のピッチャーを使いながら、来季に向けてね、やっぱ育てていくっていうのも大事だから、こういうチャレンジはね、大事だと、思います。まあ、その中でね、ソフトバンクは、3回先制、先頭回がフォアボール、で、シュートをデッドボール、で、ノーアウト1塁から今宮送りバントをしっかり決めて、ワンアウト1、3塁から、ここでね、栗原の頭当たるんちゃうかっていうぐらいの、ワイルドピッチで悪送球で1点、で、ワンアウトなおも3塁になったところで、栗原がね、スライダーをライトへ、タイムリーツーベースっていうところで、まあ、これはね、3塁狙ってアウトになるけども、ここも、このね、栗原、すごかったね。頭の上、ポーンって来た次の6球目スライダーこうなんなかったもんね、こうなりそうだけどね、しっかりこれ引きつけてね、コンパクトに打って、ライトにねタイムリーツーベースっていうところで、2点目、そして6回にはね、山川が、31試合ぶり30何試合ぶりにホームラン、しかもまたその相手が古巣西武っていうところがどんな関係なんやと思うけども、まあこれでね山川が久しぶりにホームラン打って、こっからねちょっとね、いけたらまたホークスね、一段と強くなるなっていうね。で、3対0。で、西武はね、7回の表に、先頭山村、ライト前ヒット。で、牧野三振するけども、西川がね、ライトスタンドへ、ツーランホームラン。ね、
2ボール1ストライクからチェンジアップで、ね、高めに浮いて取りに来たところをねしっかり見逃すことなく打った瞬間ライトスタンドへホームランというところで、2点取り返すもね、で8回にも、ワンアウトからね外崎騎士が連続ヒットでチャンス作るけども、ワンアウト1塁から栗山が三振、そして山村が、ライトフライとね、いったところで、まあもう一本ですっていうね。でホークスは5安打だからね、まあ、5安打でねしっかりこの3点をね取り切ったっていうところも大きかったし、あとはね有原はね、低めにしっかり変化球ね集めながら、コントロールよくね制球できたっていうところも大きかったのかなと。でソフトバンクはね初回、まあ、これ接戦になったのもねこの初回先頭シュートがセンター前ヒットで、ここでね、シュートが盗塁試みるも西武キャッチャー牧のねセカンドへナイスローでねアウトにして、で今宮ショートゴロで栗原がライト前ヒットで打つけども、山川がここでアウトになってっていうところでね、これ初回のねシュートを盗塁させたっていうところ大きかったね。これセーフになってくることね、こう先制点ね取られたかなっていうところもあるからね。でもちょっとシュートスタート遅かったんちゃうかなっていうね、映像ちょっと確認できなかったけども、ちょっと高めに浮いてね、あ投げる姿勢もちょっと遅くなる中でもねアウトになったっていうところは、まあ、ピッチャー肌ねそこまでデータなかったのかなっていうところで、スタートはちょっと遅かったかなっていうところはあるけどもね、しっかりそれを盗塁させたっていうところもね、マキドは素晴らしい送球だったけども、まあ、結果的にはね、ホークスがまあね相手のミスにも助けられながらね、しっかり、だってこれ栗原の1本でね2点取ってるからね、フォアボールデッドボールワイルドピッチだからね、そういった意味でもね、まあまあ西武としてはまあこれはもう教育でしょっていうねところもあるし、ソフトバンクもねこういうところでしっかり勝ち切ってもう8月にね優勝しようっていうところがね見えてくる初戦だったと思います。ソフトバンク対西武、2対0で西武の勝ちというところで、このカードね、2戦しかなかったので1勝1敗の5分っていうね形で終わりましたけども、西武先発竹内、8回119球4安打6三振無四球無失点完璧ね。まあ開幕当初はねこの右バッターへのインコースでなったのがちょっと逆球になったりね、まだ勢いで抑えてる部分もあるかな、こういったところちゃんとしなきゃいけないなっていうところをねこのチャンネルでも言ったと思いますけども、右バッター左バッターね両コースにインコースきっちり投げてね見事なピッチング、そして右バッターには外のチェンジアップっていうところで泳がされてね、思ったよりねストレートの威力もあるだろうし非常にね素晴らしいピッチング、ここまで、5勝0敗防御率 1.10 っていうところでね、まあこんなこと言ったらあれだけど、今の西武のチーム状況の中で5勝0敗でしっかり勝ち星をつけて貯金5を作ってるピッチャーかなり貴重だしね、本人の頑張りもあるけども勝ち運も持ってるし非常にねピッチャーだと思います。でソフトバンク先発大関ね、6回102球4安打4三振1球1デッドボール2失点と、これはもう攻められないね、援護がなかったっていうね、まあ竹内が良かったっていうところもあるけども、西武はね3回表に先制、西川がライト前ヒット、炭谷アウトになるけども松原フォアボール、でワンアウト1塁から源田がレフト前ヒットで続いて、ワンアウト満塁から滝沢が、レフトフライ浅いフライでタッチアップできずアウトになるけども、ツーアウト満塁から外崎がね、センターへのタイムリーヒットっていうところで2点先制、まあ、このね2点でしっかりね勝ち切っていくっていうところで、8回ねしっかり竹内が投げてね、途中ねピンチもね多少はあったけどもね、ソフトバンクね4安打だからねもう完璧に抑えたって言ってもね、いいところ、まあ、9回はねそのまま完封してもよかったんじゃないのかなっていうところもあるけども、球数が119球あるっていうところでね、9回はアブレイユに任せて、きっちりね勝ち切ったっていうところも大きかったし、まあ、このね、9回にもねしっかり2連を取ってね4対0になったのもね非常にアブレイユのね、準備、まあ、準備はもうセーブシチュエーションで準備してたからね、セーブシチュエーションでなくても、まあ、登板したっていうところはあるけども、9回にもねワンアウト満塁から松原がね移籍してから初タイムリーヒット、そしてその後ね竹田の、タイムリー内野安打もあれはもう無理だね、前緩すぎだからね内野手としてはもうなすべなくっていうね、2点取ってダメ押しっていうところでは西武としてはねいい攻撃、その中でもね竹内の好投が光った、まあ、ソフトバンクはまあちょっとこれはもうねなすべなく、まあ、こういう試合もあるでしょうっていうところの、まあ、1勝1敗の5分、西武としては完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。日本ハム対ロッテ2日の試合8対3で日本ハムの勝利というところで、まあ、ソフトバンクにね3連敗して大事なねこの A クラス争い日本ハムね大事になってくるロッテ戦、その中でね初戦先勝できたのは大きかったんじゃないのかなっていうね、ところで日本ハム先発金村6回91球9安3三振2球3失点というね、まあ、先発転向して今季初勝利というね、今までなかなかね勝ち星つかなくていいピッチングしてる中でねつかなかったっていうのもあるけども、あんまり良くないしピッチングだったけども勝てたっていうね、ここら辺がね勝ち負けの難しいところっていうのもあるけども、まあ、この1勝でねまたここから後半戦ねググってねいきそうな、形ですね。ロッテ先発ベースです5回89 4安打2三振1球4失点っていうところで、
まあ一発攻勢にね泣いたかなっていうね、ところもあって、まあメルセデスとしてはここまでね、防御率いい形でいってて、まあこの試合終わっても 2.22 っていうところでね、まあその中で一発攻勢でっていうところはねちょっと予期せぬ展開だったかなと。でロッテはね、2回先制っていうところで2アウトからね、高部が、今季初ホームランとなる先制ホームランで先制するも、4回裏に、2アウトから、清宮フォアボール、このフォアボール痛かったね結果的にメルセデスね。でその後グンジーね、4番に入ったグンジーレフトスタンドね、打った瞬間と分かるツーランホームラン。で5回にもねこの先頭タミヤのセーフティーバントいいね、うまかったね、絶妙だったね。でそれがセーフになって、でその後タミヤが盗塁、もうバッテリー含めてもうやられたい放題だよロッテは。でレイエスがね、センターフライ、になってワンアウトになるけども、ワンアウト二塁から上川田がね高めに浮いたところをライトスタンドでツーランホームランで4対1。しかしね、6回表、ソトがね、ホームラン、そしてワンアウト満塁から、藤原のねショートゴロの間に1点取って、4対3と1点差に追いつくもっていうところもあるけども、このねワンアウト満塁から藤原のねこのショートゴロ三遊間ね、まあこれあれ取っててもねまあ絶対セーフだなっていうところだったけども、それをショートの上川端が三塁へ投げて、三塁の軍司もバックステップ踏みながらベースもしっかり踏んでサードねフォースアウト、カット、めちゃくちゃうまかったあれは。あれだって仮にセーフだったら多分同点になってたよ正直。あのね上川端の判断もナイスだったし、軍司もね三遊間寄りだからちょっと出たけども、その後バックステップでしっかりね更新しながら取ってちゃんとベースも踏んでるっていうね、グップレね、しかもギリギリだからね、もうトントンっていうぐらいのねギリギリアウトだから、そういった意味でもねあのプレーはね素晴らしかったなっていうね、本当あれがなかったらね次岡っていうところでは最悪同点には、ね、なってたんじゃないのかなっていうね。で4対3に1点差になったけども、7回裏ピッチャー西村先頭上川とフォアボール、ここもねフォアボールいかれるよね。でノーアウト1塁から磯端のセーフティーバントでセーフっていうね、もうやってくるの分かるやん、もうセーフティーのセーフはもうサードとピッチャーのもう気の緩みだから、もう本当に、まあ、まあめちゃくちゃうまいバントもあるけどもね、もうセーフティーバントやり合いだからね。この6回のところには、ロッテはね、高部がね、ワンアウト1塁からセーフティーバントしてるからね。で、ノーアウト1塁で、水谷アウトになるけども、そこから、石タイムリー、そして清宮犠牲フライ、そして郡司のタイムリーヒットっていうところで、しっかり一気に3点取って、7対3、これでほぼゲーム決まったかな。このね清宮の犠牲フライの時もねライトの藤原がね取る時に下からになってね、若干こう無理な体勢取らなきゃいけなくなった、このワンテンポね、この無理な体勢で投げるのにワンテンポかかるっていうところで、まあ三塁ランナーね磯端の足もあるっていうところもあるけども、本塁ね、セーフになってツーアウト二塁から郡司のね、センター前ヒットっていうところもね、しっかり、本塁までね、石井がね帰ってきていい走塁だったね。こういったところねこうナイス走塁って結構大事だからね。日本ハムはね、まあ、8対3、ホームラン構成でね、パッパッパーンって勝ったように見えるけども、何気にこの上川端軍司の三遊間のプレー、ね、そして、磯端石井のこの走塁っていうところがね、非常に、得点に結びつくね、いい形の、野球だったかなと思うんでね、まあ、この本当に、軍司、上川端のね、パッパッパーンというホームランに、ね、目が行きがちだけどね、そういう細かいプレーが今日はできたと思います。で、8回でもね、磯端のタイムリーヒットでもう8点目。まあ、ダメ押しっていうね。まあ、圧勝でしたけども、ロッテとしたら、このね、3回、先頭の藤原センター前、岡ライト前、そして藤岡フォアボールで、ノーアウト満塁のチャンスを作りながら、ポランコ三振、外ダブルプレーっていうね、ここで1点も取れなかった、この格言を、言います。取れる時に取らないからこうなる。ロッテ戦でした。8対3、日本先勝です。日本ハム対ロッテ、3日の試合9対6でロッテの勝利ということで1勝1敗の五分になりましたけどね。ロッテ先発田中、5回89、5安打3三振、2四球5失点。しかし、初勝利おめでとうね。グッピッチではなかったように思いますけども。しかし、ね、こちらね、5失点だけども、自責0点はい。ということでね、何が起きたんやって、これから説明します。まあ、前回の方が良かったような感じしたけどね。前回の阪神戦の方が非常にいい形の、ピッチング上に見えましたけども、若干高かったかなと緩さもあったような感じがしますけどね。で、日本ハム先発ホストロン、5回93球、6安打3三振、2四球3失点っていうところで、こちらも自責点が3失点で3点、こちらはね。まあでも今日のね、お題は、水勝つんです。はい。
まあ、細野もやっぱり球の力あるけどね、ストライク取るのにやっとっていうところのね、立ち上がりあったんで、ちょっとそこら辺はもったいなかったかなっていうね。ロッテはね、2回に先制、ワンアウトから角中中村ね、連続フォアボール、そしてワンアウト1塁からワンストライク取った後の、あれスライダーだったかな、カーブだったかな、スライダーね、初球スライダーでストライクを取って、普通だったらこの2球目をね、ストライクからボールに投げていかなきゃいけないんだけども、もうストライク取るのにやっとだから、ね、ワンストライクからほぼ肩口からど真ん中にね、スライダーが入ってしまって、それをね、佐藤に、スリーランホームランというね、後輩には打ち取られないぞっていうね、佐藤の位置が出ましたけども、そして、3点先制。しかし、日本ハムはね、3回裏、先頭、磯端ね、ショートゴロ、友杉悪送球。友杉、エラー多くない？ちょっと。今、11個。これはちょっと多いよね、感じ的に。友杉のキャラ的にね、考えるとこのエラーはちょっと多すぎる。バッと。ね。で、ここでね、エンドラン。ランエンドヘッドかな？エンドランがちょっとわかんなかったけども、ノーアウト一塁から、伏見がね、変化球を左中間に持っていって、ノーアウト一三塁。そして水谷がね、アウトコースのストレートしっかり引きつけながらライト前ヒットを打って、1点返して、なおノーアウト一二塁。ここで石井飾り、バント失敗。バッと。こういったところでトントントンっていかなきゃいけなかったけども、で、清宮はね、ファーストゴロ。で、グッジのフォアボール。これ痛かったね。で、ツーアウト満塁になって、フォアボールの後の初球っていうのはね、もう鉄則です。ね。変化球がど真ん中に入って、レイエスが逆転の満塁ホームラン。普通あのバンド失敗してツーアウトになって、1点止まりで、あのバンドしっかり決めとけばなっていうところのね、話になる予定が、そっからね、グンジがね、粘ってフォアボールを取ってからの、レイエスが初球ね、逆転満塁ホームランっていうね、この流れはね、この流れは勝つ流れだけどね、日本ハムからするとね。しかし、ロッテはね、6回表。ピッチャー細野からマーフィーに変わって、先頭角中フォアボール、中村センター前ヒット、で佐藤がライトにタイムリーヒットでノーアウト一二塁、でここで友杉の時にピッチャーザバレに変わって、で友杉がね送りバントをしたら、サードとねザバラがちょっとね交差するようになってザバラが取るけどもエラーバント、あんなもうサードに任しとけばいいのよ、そしたらワンアウト二三塁っていうのがねなった中で5対4まだ1点差だからね、ワンアウトになるから藤岡のね、サードゴロ、これね、サードマルチネスがファンブルっていうね、あれホーム投げときアウトだったのにね、でまあそのねファンブルしたのをね、ザバラが取ってねファーストにアウトにしたから、まあこれね結果ピッチャーゴロってなってるけども、あのファンブルも痛かったよね、からこのイニング2つのエラーだからね、でその後荻野がねピッチャー強襲の内野安打を打って5点で8対5ね。しかしね、6回裏、取られた後もすぐ行くよっていうところで、ワンアウトから上川畑がセンター前ヒット。で、ワンアウト一塁からね、広畑ね、ワイルドピッチ悪送球。でも、佐藤、取れるっしょ、あれ。ワンパン、手だけで行っちゃって。で、どこ行ったか分からなくなって、ファーストのね、ランナーのね、上川畑が三塁まで行って、で、真ん中がタイムリーヒットで1点返して、8対6。ね。で、8回表にはね、ロッテがダメ押しっていうところで、先頭の藤原がフォアボール。で、岡のピッチャーゴロの間にセカンドに行って、ワンアウト2塁から小川がセーフティーバント。で、ワンアウト1、3塁になってね、小木戸がセーフティースクイズをきっちり決めてね、ダメ押しの1点で、まあ、勝負ありっていうところもなるけども、まあ、お互いミス多かったよね。このね、先ほど言った6回の時もね、この佐藤投手はノーアウト1、3塁で、ライトにタイムリーヒット打つけども、その前にね、サードファールフライ。これよ。サードファールフライを、サードの軍事がもう落下で入ってなくて、行き過ぎちゃって落とすっていうね、バッと。これ取っとけば、ね、ワンアウト一三塁で、トモスギっていうところで、まあ、最悪1点は入ったかもわかんないけども、逆転されることはなかったと思うんだよね。正直ね。だからこのイニング3つミスしてるからね。この佐藤のファールフライ、そして、ザバラのピッチャーゴロ、そしてファーストゴロのマルチネスっていうね、ところで3つ、それ3つもエラーしたら、そりゃ5失点するよっていうね、自滅です、はい、でロッテとしてもね、まあ、この3回友杉の悪送球から始まってるわけだからね、これもしっかりアウトにしとけばこの回5点も取られてないわけよ、そう考えるとね、こうかなりのね痛さもあるっていうね、で6回にもワイルドピッチでランナー3塁まで行ってっていうね、ところでキャッチャー佐藤っていうね、結局その両チームね、ミスが失点に絡んでるっていうところではね、まあ、ミス合戦だったかなっていうね、まあもったいなかったね、だからまあ両チームももったいない中で、ロッテがね一気にビッグイニングを2回作ったっていうところではね、ロッテの方がその相手のミスをねしっかりついて得点にしたっていうところでは、まあいい試合展開だったのかなっていうね、まあいい試合展開かどうか分かんないけどもね、まあ結果ね1勝1敗の五分、まあこの今日どうなるかだね、この木曜日にね、これでどっちが勝つかによってまたオールスター前までのね情勢がちょっと決まるかなっていうね、上原と西野のピッチングさどうなるのか、
日本ハム対ロッテ、4日の試合3対1で日本ハムの負け、ね、ロッテの勝利というところで、このカードね、ロッテは2勝1敗で勝ち越しになりましたけども、まあ、この2位3位対決でね、このロッテの勝ち越しっていうところは非常に大きかったし、日本ハムとしてはここで勝ち越してね、2位とのゲーム差を詰めていきたいっていうところでのこの負け越し、まあ、最近ちょっと打てなさすぎるっていうところもねあるけども、苦しい試合、ロッテ先発西野ね、7回84球4安打3三振2四球1失点と、球数も非常に少なかったし、いい形のピッチング、ね、日本ハム先発上原5回3分の1、89、10安打2三振、1球3失点。まあ、10安打もしながらね、されながら5回で、まあ、なんとか3失点で踏ん張ったといえば、踏ん張ったけどね。その中で、日本はね、1回先制。先頭水谷フォアボール。石井アウトになって、レイエスがツーベース。で、ワンアウト2、3塁から郡司がね、内野ゴロでも最低1点取ってっていうところで、ね、右打ちの中、セカンドゴロを打ってね、まあ、なんとかね、ヒットが出なくても1点を取るっていうところで、まあ、こういう打撃がね、いい形の先制打になったかなというね。しかしロッテはね、初回からね、高部がセンター前ヒットで出るけども牽制アウトで、大川ファーストゴロでアウトになるけども、荻野ポランコ連続ヒットでチャンス作って、中村三振とね、ちょっとねヒットは出るけどもちぐはぐな攻撃で、3回にも、ワンアウト一塁チャンス作るけども、荻野が6-4-3ダブルプレーで、5回っていうところでね、なかなか前半戦ね、ヒットも出ランナー出すけども、1本出ないところでね、追いつけない苦しい展開、このままね、負けるっていう要素もね、あった中で、5回表、2アウトから、藤原センター前、で高部2ベース、で2アウト2、3塁から小川がね、レフト前ヒット、水谷ね、もうちょっと後で、半歩1足分くらいだったけどもね、取れずっていうところで、ランナー2人が帰ってきて、2点逆転。で、6回表にはね、先頭ポランコフォアボール、中村翔吾が、送りバンドで、ワンアウト二塁からね、一軍復帰即ね、スタメンの安田がセンターへのタイムリーツーベースで3点目っていうね。で、まあその後ね、田村がレフト前ヒット続いて、ワンアウト一三塁、ここで友杉が4-6-3ダブルプレーと、ここでもう1点ね、取っておければだいぶ楽な展開になったけども、取りきれないところが今のね、マリーンズのもう一押しないっていうね、ところで、7回にもね、2アウト1塁チャンス来るけども、ポランコがね、キャッチャーファールフライでアウト。ね。もう1点、まあこのままね、勝ち切れたからね、よかったけどもね、追加点の1点があれば、11安打で3得点っていうのはちょっと寂しい展開。まあしかししっかりね、それをね、投手陣が踏ん張って勝ち切れたのは大きかったかなと。で、この5回裏で、ね、日本ハム、先頭磯畑、センター前ヒット。で、ここで盗塁をして、清水のサードゴロの間に3人、これね、ぽよんぽよんってね、緩い打球でサードが前進して取ってね、サードゴロになるけども、あのサードゴロはね、三塁にもちろんね、進塁打じゃないけど行かなきゃいけないんだけども、何気にね、躊躇する可能性あるからね、それを磯畑ね、しっかり判断よく三塁行ってね、これはナイス走塁で、ワンアウト三塁から水谷のね、ショートゴロを、ショート友杉がね、逆シングルでしっかり取ってホームへスローしてタッチアウトというところで、友杉ね、グッシュね、簡単な悪送球するけど、こういういいプレーもあるっていうね、ところがもうちょっとしっかりやればもっとね、上手くなるのにっていうね、ところはあるけども、この三塁走者磯畑ね、足から行ったんだけども、やっぱりホームはね、ヘッドスライディングよ、その方が絶対速いし、避けながらタッチできるからね、そういった意味では足からのスライディングね、間一発アウト、俺はホームはヘッドスライディングの方がいいんちゃうかと思ったけどもね、ここで1点返すったらねっていうところはあったけども、まあロッテ守備陣がね、非常にいいプレーだったかなと。まあ結果的にね、ロッテが勝って2勝1敗で勝ち越し、ロッテにとってもね、3位日本ハムとのカードでこの勝ち越しはね、非常に大きかったんじゃないかと思います。日本ハムはね、ソフトバンクに3連敗して2位ロッテにも1勝2敗と、ちょっとなかなかね、苦しいね、オールスター前の試合になってますね。続いてセリーグ、DeNA 対ヤクルト、6対4で DeNA の勝ちというところでね、まあ DeNA、ヤクルト、ヤクルトはここで DeNA を勝ってね、A クラスにガーンって行きたいところでしたけど、DeNA は A クラス守りたい。その中でね、DeNA が先勝したっていうところはね、大きな勝利になりましたかね。DeNA 先発、石田裕太郎、5回86球、5安打4三振、2四球2失点っていうところで、まあ腕の振りも良かったし、球持ちいいんちゃうかっていうぐらいね、これ鞭のようにしならして、球持ちよく前で離すっていうところで、まあ若干ボールも動かしながらね、左右しっかり投げ切れたっていうところも、まあ勢いもあったしね、左足しっかり体重も乗ってたし、フォームも躍動感ってね、非常に良かったと思います。ヤクルト先発吉村、4回99球、10安打4三振、2四球1デッドボール6失点。こちらはね、球も高いし、ちょっと力なかったんちゃうかって、石田とはね、結構対照的だったから、ちょっとその躍動感のなさはね、ちょっとね、まあ丁寧に投げてるなっていう感じはあるけども、ちょっと力強さと疲れかな、足りひんのんちゃうかっていうのはね、
石田とは対照的に見えましたね。その中で DeNA はね、2回裏先制っていうところで、ワンアウトから山本ライト前、強打、ツーベース。で、ワンアウト2、3塁から石田が三振するけども、ツーアウト2、3塁、桑原デッドボールで満塁になって、渡辺がね、レフトへ、タイムリーツーベースっていうところで、ね、こっちってね、打ってここで2点先制。で、4回裏にもね、8番強打がセンター前ヒット。で、石田は三振するけども、桑原ライト前。で、ワンアウト1、塁から、渡辺がね、こう低めの変化球ね、ポーンとバットコントロールよく、ライト前タイムリーを打って、その後もオースティンもタイムリーヒットっていうところでね、2点を取って、で、そこからワンアウト一塁から、牧がライトフライアウトになるけども、宮崎フォアボール。で、ツーアウト満塁から、佐野がね、吉村がアウトコースになったのが逆球がでインコース入って、それを引っ張り込んでね、一塁線抜けて、タイムリーツーベースで一気に4点で6対0。これでほぼね、試合決まったかなっていう展開、でしたけどもね。だから、DeNA はね、これね、下位打線からチャンスを作って、1、2番もね、しっかりね、躍動しながら、繋いだところをね、クリーンナップでも返したっていうね、ところでは非常にバッティングの流れとしてはいい流れ。ヤクルトはね、6対0から、5回にね、こちらも下位打線からっていうところで、ワンアウトから中村がライト前ヒット。で、代打のね、西川がフォアボール。で、丸山は1番に帰ってアウトになるけども、2番宮本がライト前ヒットで繋いで、2アウト満塁からオスナがね、レフトでタイムリーヒットっていうところで6対2。6回にもね、先頭サンタナがフォアボール。ここはね、石田から京山に変わって、で、長岡がレフト前ヒット。で、ノーアウト1塁から山田哲人のショートゴロを、6、4、3ダブルプレイだったのに、セカンドの牧がファーストへ後頭悪送球。これがタイムリーエラーになって6対3。で、ワンアウト2塁から中村雄平が内野安打。で、ワンアウト1、3塁から西川がきっちり犠牲フライを打って6対4。ね、こう、じりじり行くんだけども、7回で、ね、先頭、宮本がセンター前ヒット、その後ノーアウト1塁からオスナがダブルプレー、ね、で8回にも、サンタン長岡が連続ヒットでノーアウト1塁チャンス来るけども、山田中村がアウトになって西川フォアボールで2アウト満塁から代打松本がショートゴロ、で9回にも先頭宮本がフォアボールでランナー出るけどもオスナがダブルプレーっていうところで7、8、9、ね、チャンス作りながらもう1本出ないっていうところはね、まあ、ここがね、敗戦になったし、DeNA もね、5回裏、先頭強打のサードゴロを村上が悪送球、で、代打梶原がツーベース、ノーアウト2、3塁のチャンスで、桑原、渡来、そしてオースティンフォアボールで牧が1本出ずっていうね、この5回裏にもね、DeNA 得点してたらもう圧勝だったけどね、正直ね。だからお互い、なんか爪の甘さっていうのはあるけども、まあ、DeNA がね、4回裏、一気にね、連打で4点取ったっていうところは大きかったし、まあ、ヤクルトとの DeNA の違いっていうとね、その得点取った後にさらに連打が出るか、5回の表ね、オスナがタイムリー打った後に、村上がね、サードファールフライっていうね、もう1本出たかっていうね、6回のも得点で、ね、取った後にね、パンパンパンっていけたかどうかっていうね、ところもお互いあったけどね、お互い勝つチャンスはあったけども、最後の1本が出るかどうかで DeNA のね、先勝っていうね、形になりましたね。DeNA とヤクルト、5対3でヤクルトの勝利というところで、ヤクルト先発山田、7回99球、3打2、3、4、1球3失点と。まあ、3失点したけど、結構低めの変化球もね、集めて、若干まあ高めに打ったところパンって打たれた時はあったけども、結構ね、いいピッチングのように見えました。ね、DeNA 先発浜口、4回101球、5安打1、3、4、4球2失点とね、まあ、2失点でよく踏ん張れたなっていうね、4回で101球だからね、まあ、浜口っちゃ浜口らしいけどね、なかなかっていうね、ところのピッチングでしたけども、まあこの日はね、まあヤクルトがね、前日村上、サンタナがね、いいところで打てなくて、ちょっと打線沈黙でね、得点に結びつかず敗戦したけども、この試合は、村上、サンタナがね、しっかり打つっていうね、前日とは対照的だね。村上は3打数2安打1打点。で、サンタナが5打数2安打2打点。いいところのね、打点がついたかなと。その中で、DeNA はね、1回先制。先頭桑原ツーベース。で、渡辺デッドボール。ノーアウト一塁からオースティンはサードラインでアウトになるけども、牧がね、レフトスタンドへ打った瞬間と分かるスリーランホームラン。かかって。この勢いで DeNA 勝つちゃうかって正直思ったけども、2回の表ね、こうすぐ1点取り返したっていうのがヤクルト大きかった。先頭ね、長岡センター前ヒット。で、ここで長岡が盗塁。で、オースティンアウトになるけども、松本がレフト前ヒットでワンアウト一三塁。で、ここでね、山野がもうバントずっと構えてるわけよ。ね。一塁ランナー送りますよ。でもセーフティーもあるかもっていう、セーフティースクイズもあるかもっていうところで、3球目ね、きっちりセーフティースクイズを成功して1点返すっていうね、山野、頑張って。でもここで一つ、気になるところが、まあ、セーフティースクイズを成功させられるのはいいと思うのよね。DeNA の守備陣として。でも、もうバンドの構えしてたら、ひょっとしたらセーフティースクイズもあるかもって思うじゃん。その中で、ピッチャー浜口が、このバンド処理をね、なんか、もっさもっさ、なんか、ゆっくり取りに行くのよ。
あれもっと投げた後に、投げた後にスっていうね、ところでもう常にバンドのチャージをしていくような姿を見せとかなきゃいけないところを見せてないっていうところがなんか同じセーフになるにもちょっと気になるよね。そういったところがね。で、ヤクルトは3回表にもね、ワンアウトから村上センター前サンタナツーベースで、ワンアウト2、3塁から長岡のね、セカンドゴロの間に1点上げて3対2。まあ、徐々にね、徐々に来る。で、7回表に、先頭山田フォアボール、西川送りバントを決めて、宮本アウトになるけども、4番村上がセンターへのタイムリーヒットで同点だ。ね。で、9回に、ツーアウトから宮本内安打。ね。そしてダイソー並木が盗塁。で、村上がね、ファースト空いてるためにね、敬遠っていうね。で、ツーアウト一塁からサンタナがね、ライトにタイムリーツーベース。ちょこんと当てるだけでね、当てただけだけど打球めっちゃ速かったね。で、俺が勝ち越しのね、5点目になって5対3でね、勝利になるけども、DeNA はね、4安打だから、初回ね、2本ヒット打って、その後、ほぼチャンスらしいチャンスがね、全くなかったっていうところではね、この序盤の3得点を機にね、もっとパンパンパンって言いたかったけども、その後はね、山野、そして大西、木沢にね、しっかりね、抑えられたっていうところではね、ちょっと DeNA 打線としては、2回以降ね、寂しい攻撃になったかなと。逆にヤクルト山野はね、初回ね、牧にスリーランホームラン打たれたけども、そこからもね、粘り強く低めにしっかり投げ切ってね、打たせて取るっていうね、ピッチングでは非常にね、丁寧なピッチング良かったんじゃないでしょうか。結果5対3、ヤクルトの勝利です。DeNA 対ヤクルト、4日の試合3対0で DeNA の勝利というところで、 DeNA 先発平、9回113球7安打5三振、無四球無失点、無四球完封勝利、ガペッとね。最終回ね、9球以内で終わってたらまだクスだったけどね、まあそれはさすがに難しかったね。ヤクルト先発ヤフーレ、6回89球6安打3三振、1球2失点っていうところで、まあちょっと立ち上がりからストライクボール発揮してたし、ちょっと球も高かって、いや状態あんまり良さそうじゃないなっていうところはあったけども、6回2失点で抑えて文句言われてもね、たまったもんじゃない。悪いながらね、しっかりゲームを作ったっていうところでは非常にね、グッピッチングだったと思います。まあこれでね、ちょっと高津監督もちょっとバタバタしてるっていうところで1回2軍に落としますっていうところもあったけどもね、まあ状態は良くないと思う。正直ね。でも、結果としてはいいピッチングしてるから、これがやっぱローテーション投手だよね。悪くてもしっかりゲームを作るっていうところでは、ヤフーレの仕事としては、佐々木は完璧なピッチングだったと思います。DeNA はね、2回の裏に先制っていうところで、宮崎がツーベース。で、山本がね、しっかりノーアウト2塁、最初から引っ張る意思もなくね、逆方向意識の中、強い打球で1、2塁間抜けてライト前ヒット。で、ノーアウト1、3塁から強打のね、セカンドゴロの間に1点を挙げる。で、6回にもね、2アウトから、佐野が2ベース、そして牧がね、レフトで2ベースと2アウトからね、このクリーンアップで1点をもぎ取って、で、8回にもね、先頭、梶原がデッドボール、で、渡辺がセンター前ヒット打って、佐野が、センターのタイムリーヒットというところで、このね、8回ね、この日本放送でね、解説してましたけども、ノーアウト1塁で出て、まあ、渡辺ここ送りバントでもいいんじゃないのかなと。なぜならね、平がめちゃくちゃ良かったから、あと1点取ったらもう完璧な勝利だったから、ここで大量得点っていうよりも、1点を必ず取っていくっていうことを考えたら、まあ、佐野巻ね、宮崎といい感じで打ってたから、送りバントをして、まあ、1点を取りに行くっていうのも良かったかなっていうところを解説しましたけども、まあ、渡辺がセンター前ヒットね、打って、で、佐野がタイムリーっていうところでね、まあ、ここノーアウト1塁になるんでね、ここからポンポンポンとね、大量得点いければよかったけども、まあ、最低限ね、1点取れたっていうところは大きかったし、まあ、平はね、本当に両コースストレート、で、まあ、スライダーカット気味、シンカーね、で、高めのストレート、ちょっとホップするスライダー系っていうところで、高めにも抜ける球ほぼなく、狙った高めはあるけどもね、高めに失投もなく、低めに両コースしっかりしたピッチングはね、めちゃくちゃ良かったし、まあ、途中からこれはちょっとね、ヤクルトも出なさそうだなっていうところもあったし、で、ヤクルトからのベンチリポートが入った時に、コーチが含めて、こう、対応としては、高めに来る球をね、低めはあんまり、打ちに行かないで、高めに来るところをしっかり仕留めていこうっていうベンチリポートが入ったんだけども、その時に日本放送で言ってたんだけども、高めに全く来てないから、高めに全く来てないのに、高め狙っていこうって言っても、多分もう打てない。それだったら、って。だから、プラン変えないと、そのままの、指示で行かれると、高めに全く来てないから、もう打てませんよって言ったの、解説で。で、試合後もね、高津監督が、まあ、平に向けて想定したこともあったし、プランも言ったけども、その通りに行かなかったって言ってね。まあ、その通りに行かなかった。それは平が良かったからね。でもそう考えたら、プラン A で行ったけど、試合中プラン A ダメやってなった時に、プラン B で行こうって言ったところで、試合中に変えないと、予定的なものと全く違いませんでした。はい、試合終わりました。じゃあ、これ策もないし、コーチとしての役割ないじゃんね。そう考えると、今日のね、タイラーがめちゃくちゃ良かったっていうところもあるけども、ちょっとヤクルトのその対応とか準備とかその狙いとか、
ド、ビーティングも含めたプランの不備がね、招いた、敗戦だったかなっていうところもね、言えるんじゃないのかなっていうね、ベンチリポートを聞いてね、あとは試合後のコメントを聞いて思いましたけども、ね、あの、プラン用いてたことが、試合やって、うまくいけばいいけどね、うまくいかなかったら途中で変えないと、終わっちゃうからね、し、ね、準備してきたことできませんでした。はい、負けました。じゃあダメだと思うんだよね。やっぱり試合中、だって配球でもそうじゃんね。リードでもプラン持ってきたけど、あ、うまくいかへんかったら変えようって言って変えていくわけだから。そういった意味では、ね、あの、持ってきたことがうまくいきませんでした。はい、終わりです。みたいなんでね、ちょっと寂しいなっていうところは、コメントも含めて感じましたけども、まあそういったところでね、まあタイラーはね、相手のプランもね、二重伏せるぐらいね、素晴らしいピッチングで、プラン変更もできなかったヤクルトもどうかとは思いますけども、ね、まあなかなかあれは打てない。それぐらいタイラーが良かったっていうところでね、タイラー、無四球完封。グッピッチ。まあ、結果ね、DeNA の2勝1敗で勝ち越しでしたから、DeNA としてはね、ここから首位にね、行くことにね、オールスターまでに1位っていうところも考えられるからね、そういった意味でもこのね、勝ち越しは非常に大きかったと思います。DeNA ね、平のこの完封劇を、これをね、もたらしたのは、やはりね、関根の守備力もめちゃくちゃ大きかった。ね、スライディングキャッチ含め、セカンドでね、ランナー刺したのも含め、ね、2回ね、先頭村上がレフト前ヒット左中間のところをね、積極的にセカンド狙うけども、ね、関根がね、即座に取ってセカンドへの返球っていうところでね、7、6、4、タッチアウトっていうところで、まあ、村上としては見えてるからね、これ途中でアウトかもと思ったらストップしてもよかったけども、まあ、2回だからね、まあ、そこをアグレッシブにね、行ってもよかったんじゃないのかなっていうね、ところっていうね、中では関根がね、このナイススローだったし、その後のね、7回もね、先頭西川が、レフト線ね、詰まりながらも落ちて、ちょっとファールグラウンドにね、バウンドして転がっていくところを、レフト線ね、フェンス際から関根がね、取って、セカンドでスローして西川をね、刺すっていうところでもね、非常にこれね、ノーアウト二塁になるのか、ワンアウトランナーなしになるのか、大きい展開の中で、この関根のね、プレイ。あとはね、スライディングキャッチで際どいところもあったし、この平、関根がね、まあこの筒子が二軍に落ちたっていうね、まあ今日だけどね、あるけども、このね、まあヒットは落ちなかったけども、こういった守備力でね、この平の完封を支えたっていうところでは、関根のね、プレイ。グップレイ。と思います。巨人対中日、1対2で中日の勝利というところで、中日先発小笠原、6回3分の2、97球、5安打5三振、1四球、1デッドボール、1失点っていうところでグッピッチ。序盤はね、結構ストレート多くて、ストレート中心に変化球っていうところだったけども、まあ中盤、まあ3、4回ぐらいからかな、あの変化球多くて、カーブの方が多くなって、ストレート少なめになって、このね、あの1巡目、2巡でもね、この変化球、ストレートの使い方を変えながら、配球を変えながらね、巨人打線を翻弄したっていうところでは、キャッチャーの木下のね、配球も良かったし、それに応えた大沢のね、ピッチングもナイスピッチングだったかなっていうね。その中で、巨人はね、2回裏先制っていうところで、先頭ね、大城がツーベース、で、岸田がきっちり送りバントを決めて、ワンアウト三塁から岡林がね、レフトにタイムリーヒットっていう形で、1点先制ね。で、巨人の先発ね、山崎より7回116球、6安打7三振、1球1デッドボール2失点っていうところで、これはもう山崎攻められないよね。この5回の表ね、先頭ロドリゲスセンター前ヒット、送りバントね、小笠原がきっちり決めて、ワンアウト二塁から1番の福田がね、右中間へ逆転のツーランホームランっていうね、このまあ2対1だからね、攻められないよね。で、巨人は5安打だから、そういった意味でもね、もう攻めてほぼなしっていうね、ところだったから、まあ、7回ね、ワンアウトから大城がライト前ヒット、で、ワンアウト1塁から岸田が送りバントを決めて、まあ、なんとかね、1点取りに行こうっていう作戦なんだろうね。で、ダイソーマスターが出てきて、で、2アウト2塁から若林がデッドボール、で、2アウト1、2塁からね、ピッチャーここで小笠原から清水に代わって、長野をね、三振っていう形に取って、っていうところもあるけども、まあなんとか同点に追いついていくっていうところでワンアウト一塁から岸田の送りバントだったんだろうね。まあ増田が盗塁、まあ地方球場で土だからね、なかなか盗塁もっていうところもあるけども、なんとか1点取るやけ、まあここはね、策がね、うまくはまらなかったっていうだけで、まあこの作戦がね、いい悪いっていうのは俺はそんなないと思うけどもね。で、ここでね、長野の時に小笠原から清水が変わって、小笠原、不満そうに帰ってね、ベンチ叩いてたけども、よかったね、まだ。右手だったからね。右手ね。杉内、左手行ってたからね。で、骨折してたから。俺と福浦さんにホームラン打たれて、あんなクソにホームラン打たれたからって、ムカついてパンチしたんやろうなって福浦さんと笑いながら、ね、試合の後話してたけども、まあ、右だからよかったね。あれもう左だったら大バットだけどね。右だからね。右、まあ、ピッチャー、まあ多分一番怪我しないようなところ行ってると思うんだよね。
だからまあ、あれ左だったらもうね、大バットだったけども、まあ、右だからまあまあまあ、俺はもう喜怒哀楽出すのはいいと思ってるからね。左はやめとけ。ね。利き手はやめとけ。利き手はやめとけ。利き手じゃない方だぜ。はい、これです。まあでも、中日としては完璧な勝ち方だね。もうリリーフ陣いいんだから、もうね、この最小得点でもしっかり、相手より1点取って、で、先発頑張って、でも何かあったら最強のリリーフ陣で繋いで、その得点差をしっかり勝って終わらせるっていうところでは、中日としたら今できることの中で最高の勝ち方だと思うし、やっぱ巨人は5安打だからね、まあ山崎よりが踏ん張ったっていうのもあるけども、ちょっとなすすべなく、もうドラゴンズのね、やりたい野球、これがね、ドラゴンズの強さっていうね、初戦ね、松本での初戦だったと思います。巨人対中日、3日の試合6対1で巨人の勝利ということで、前日ね、中日が勝ってる中で巨人は2連敗許されない中では、このね、勝利は大きかったんじゃないでしょうか。巨人先発井上、8回97球5安打リサーチ2四球無失点、地元群馬でグッピチね。まあでも前回もね、良かったんだよ、感じ的にはね。なんか安倍監督にはね、ちょっと苦言みたいなね、感じで、試合後ね、この投げた評価をね、言われてましたけども、全体的にはね、前回のピッチングも、俺は内容的にはね、投げてる感じも悪くなかったかなって思ってたんで、そういった意味ではね、次の試合にね、しっかり好投できたっていうのは非常にね、大きなピッチングだったし、8回0点だからね、ナイスピッチング、粘りのね、あるピッチングだったと思います。で、中日先発ね、涌井、4回3分の1、74球、4安打2三振、2四球4失点っていう形で、まあ、ヘルナンデスのホームランがね、痛かったね。まあ、その中で巨人はね、初回から、先頭丸がね、フォアボール、そして盗塁成功して、吉川がね、進塁打のファーストゴロ打って、ワンアウト三塁からヘルナンデス空振り三振、岡本センターフライでね、初回の得点機を逸して、で、2回にも先頭大城がね、ライト前ヒットに出るけども、岸田が543ダブルプレーと、こうなんかね、チャンスもあるけど得点できんっていうね、ちょっと前日松本からのね、嫌な流れを引きずってる中で、ここ序盤ね、1、2、3回にね、中日が点取られてたらやばかったけども、まあ中日はね、初回2アウトから細川カリスタが連続ヒット、2アウト1になるけども、板山が三振。で、2回、3回と三者凡退で、ここね、井上がね、守備から我慢してね、こうね、リズムを作り直そうとしたね、このピッチングが良かった、正直。で、3回裏。先頭、伊豆口フォアボール。で、井上がね、きっちり送りバント決めて、もうこのね、井上の成果なのよ。この序盤、もたもたして点取れないところを、チャンス作りながら取れないところをね、なんとか井上を踏ん張って三者凡退できて、きっちり送りバントを決める。そして、1番丸がね、ライト前ヒット。で、ワンアウト1、3塁から吉川三振するけども、ヘルナンデスが、インコースで、パコーンってね、引っ張り込んで、このスリーランホームラン、クッパって、この井上にね、後頭にね、しっかり応えるホームラン。で、5回にもね、伊豆口が、2ベース。そして井上基地送りバントを決めて、ワンアウト3塁から丸フォアボール。で、ワンアウト1、3塁から吉川がね、犠牲フライを打ってきっちりね、得点に結びつけ。で、8回裏にも2アウトからヘルナンデスのセンター前ヒットを借りして、こいつバンと。ね。で、ランナーセカンドまで行って、岡本がタイムリー2ベース、大城がタイムリーヒットと。まあ、ここで2点でダメ押しでね、巨人の圧勝っていう形でしたけども、巨人はね、まあ、1、2回ちょっとランナー出してまで点取れなかったけども、その後はランナー出してチャンスを作ったイニングは全部得点できたっていう中ではね、非常にいい流れ。4回、6回、7回と得点できなかった時はね、三者凡退だったから、ランナーを出して、得点圏に結びたのは、非常に良かったし、その中で井上がきっちり送りバントを決めてるのもね、非常に効率的な、素晴らしい攻撃だったと思います。で、ドラゴンズ的にはね、この6回から、3イニング連続ダブルプレーっていうね、6回ワンアウトから田中美希が細川連続ヒットでワンアウト1、3塁、これを借りして5、4、3ダブルプレーで得点できず、7回ワンアウトから石川フォアボールで木下6、4、3ダブルプレーで、8回先頭ロドリゲスフォアボールで宇佐美4、6、3ダブルプレーと、3イニング連続ダブルプレーで、チャンスを逸す。これじゃもう勝てない、それしか勝てない。しかもまあもうね、4対0だから6回のワンアウト1、3塁はね、まあそのイケイケで攻撃していくしかないからダブルプレーで、その後もね、作戦できないからね、この4点差だともう繋いでいくしかないからね、そういった意味ではまあ仕方なかったかなっていうのはあるけども、まあそういう意味ではね、このダブルプレーになったところはね、まあ、攻撃としては続かなかったところだし、そこをね、井上がしっかりね、ダブルプレーに打ち取ったっていうね、井上の行動が光ったかなと。で、9回ね、石川の、タイムリーヒットで1点返すも、まあ6対1とね、8回のダメ押しの2点がもう大きかったからね、巨人の、素晴らしい流れでね、いい勝ち方だったんじゃないでしょうか。まあ中日としてもね、まあ完敗っていうところでしたね。広島対阪神、2日の試合、3対0で阪神の勝ち、延長になってね、これはね、首位広島に対して阪神がね、どこまで食らいついていけるのか、
広島はオールスター前引き離せるのかっていうね、大事な初戦、阪神は才木、広島は森下っていうね、もう両投手今年はね、絶好調の中でのピッチング、どういう試合展開になるのかっていうところでね、才木は7回113球、1安打6三振、2四球無失点っていう形でね、完璧なピッチング。で、広島の森下も8回125球、4安打9三振、1四球無失点と完璧なピッチング。どうやったら終わるんやっていうね、試合展開でしたけど、もうほぼほぼ言うとこな、言うことないよ。まあお互いね、いろんなことしながらね、チャンスね、作るけども、もう一本出ずっていうね、これはもうお互いのピッチャーが踏ん張りながら投げていって、もう正直解説しようがないんだけどもね、この阪神はね、10回表、ピッチャーね、栗林から島内になって、ワンアウトから、小畑がフォアボール、で、ワンアウト一塁から、島田がね、ライト前ヒット、で、ここでファーストランナーのね、小畑が三塁狙っていって、ライトの野間が三塁へ、高等悪送球、で、カバーに入った島内もその補給できず、で、スタンドに入って悪送球で、ね、ランナーが進んでタイムリーエラーバッと。やっぱりね、まあ、そもそも投げた野間が悪い、コートでカバー入ってんのに島内も止めなきゃ、まあ、ここ一つ問題がある。ピッチャーが体を張って止めなきゃいけないのかどうか問題っていうね。いや、体を張って止めてなんか変な腕とか手とかに当たってその後投げれなくなったら困るやんな。野手じゃないからさ、いや、ボディストップって体でって、いや、当てれればいいけど、万が一腕とかね、右手とかに当たったらあれだし、難しいよね。そう考えたら、で、芝生のところにワンパンしてバウンドが変わって取れなかったんだよね。そんなんもうピッチャー分からんやんな、そこまで。だからまあ、それだったらよ、島内はもう中途半端のとこ入らないで、もうフェンス際にいた方がよかったね。もうフェンス際、もうフェンス、もうそこね、カメラマン席にもう背つけて、中途半端のとこ入ってもそんなボディストップとか、いや、ボディストップできるんだったら中途半端のとこいいけど、できないんだったらもう最後のところにいて、で、なんとか取るっていう感覚を開けてねっていうところができればよかったよね。まあ、下は最悪取れなくてもラバーに当たるから、ラバーより上のやつを取るっていう形のポジショニングが、まあ、今後の反省だね、よかったと思うし、あとはノーバン来てるなって分かったんだったら、もうノーバンを前に出て取るっていう判断も必要だったかと思うよ。下がるんじゃなくてノーバンだから前っていうね、ところも大事だったと思うし、よくよくちゃんと見たら対角線上にちゃんと入ってないじゃん、ちゃんと。だから対角線上にちゃんと入ってっていうところもあるから、まあ、ちょっとしたミスもあるけども、体を張ってまで止めろっていう人いるかもわかんないけど、これはまあ俺もそう思うんやけど、でも果たしてそれは正解なのかな問題もあるのよ。体で張って止めて変なところに当たって、島内がちょっと投げれなくなったら、それこそカープにとって痛いからね。一敗を捨ててでも体を張らない選択肢もなきにしもあらずっていうところもあるから、まあ体を張ってまでっていうのは俺はもうできればいいけどね、できれば。でも自信があるんだったらね、でも変なところに当たるぐらいだったら、まあ、そのハンドリングでね、取った方がいいっていうのもあるし、ハンドリングで取るんだったら取りやすいところにいなきゃいけないから、そういった意味ではちょっと全部がね、中途半端だったなっていうね。で、その悪送球の後、ワンアウト二塁からね、近本がレフトへタイムリーツーベースで、中野もね、タイムリーヒットっていうところで、一気に3点。まあ、その前にね、坂倉のパスボールあったけども、これもうね、もうずっとファーストやらしといて、たまにキャッチャーやろ、この一打一やろ、もう無理やって、中途半端なことになってるって、今の坂倉はもったいないって、正直。まあ、でも石原ね、相澤もいるしね。だからファーストとキャッチャーどっち練習するかって言ったら、ファーストの練習するよ。だってファーストの方が出るの多くなってきてるんだからね、キャッチャーの練習よりもファーストに重きを置いて練習するようになるじゃん。取れなくなったり、ベースの入り方とかね。で、いきなりキャッチャー行くやん。お、ちゃんとやれ。もう難しいね、俺キャッチャーやけども。そういった意味ではちょっとまた坂倉がね、おとどし3年前ぐらいとなんか中途半端な感じになってんなっていうところもあるから、まあ、これはチーム事情だからね、仕方ないけども、坂倉にとってもね、なんかいいような流れじゃないんじゃないのかなって個人的に思うけど、まあ、チーム事情だからね、ここは仕方ないっていうところもあるけども、侍のキャッチャーっていうところもあったけど、ちょっと侍のキャッチャーにはね、今遅れを取ってんじゃないのかなっていうところはあります。でも阪神としてはね、いい方が勝っちゃった、3対0で、ね、圧勝です。広島対阪神、3日の試合1対2で阪神の勝利というところで、阪神先発大竹、7回97球2安打1三振無四球1失点、クピチ、ね、クイックで投げたり、ゆっくり投げたり、72キロ超スローボール投げたり、ピュッと投げたり、いや、調子良かったんだね、状態をめちゃくちゃね、いろんなことを試みられる余裕もあったしね、それをピッチングの質としてもね、保ててたっていうところではね、非常にね、
状態も良かったんだと思います。クピちゃんね、その後ゲラ切り式ね、岩崎でしっかり0点に抑えて、1失点でね、乗り切ったと。で、広島先発クリね、6回103球、8安打4三振、1球2失点っていうね、こちらも素晴らしいピッチングだったけども、ね、サトテロの1発2発になくっていうね、ところで、阪神はね、2回表、ワンアウトからサトテロがね、ライトスタンドへ引っ張り込んで先制のホームラン。で、5回にね、2アウトから菊池のサードゴロ、そのサトテロがファーストへ悪送球。そして2アウト2塁になって、7番矢野が、ライトへね、同点タイムリースリーベースっていうところで、同点。しかし取られたとすぐ行くぜっていうところで6回表ね、先頭前側、ライト前ヒット、大山643ダブルプレーになって、おっとこう流れ悪いなっていうところで2アウトランドなしからサテルが今度はレフトスタンドで勝ち越しのホームラン、カプッて2本で、これでもう終わるんだけどね。だから広島は全体的に3安打だから、まあ完璧に抑えられてるからね、もう正直完敗でも2対1になってるのはね、阪神はこのね6回以降全部先頭出てるんだよね。7回にもね、先頭坂本がレフト前ヒット。で、ここで8番小畑が送りバント失敗。で、大竹も送りバント失敗。ね。しかしこれで、ね、セカンド投げた時に、矢野がね、捕球ミスポロンチョしてセーフになるけどもね。で、その後ワンアウト1塁から近本中野がね、1本出ずっていうね。で、8回にも、先頭前側がフォアボール出るけども、その後、大山、佐藤、野口が続けず。で、9回にもね、先頭坂本フォアボール出るけども、小畑が送りバント失敗。バーッと。2回連続。そして森下643ね。ダブルプレーっていうところでね、1点取れずっていうね、だからまあ得点機は作ってるけど1本取れないから、まあその中でねよく勝ち切ったっていうところではね、阪神取ったら大きな勝利になったかなっていうところもあるけども、ポンポンポンともう5対1ぐらいのね試合展開にはねしたかったかなっていう中では、やっぱ送りバントのね失敗のミスが響くから、そういったところはしっかりやっていこうっていうね、まあ、サトテルもねエラーして嫌な流れやなっていうところをね自分で引き戻してきたっていうところではね、非常に、素晴らしいバッティングだと思います。首位広島にね、阪神ここ2連勝、これね今日も勝って3連勝したらね、これはまた大きくね、セリーグの順位がね、ギュッと詰まってね、また戦国だってどんどん戦国になっていくっていうところでは面白い展開ね、このまあ大竹のね素晴らしいピッチングっていうところがこのね勝ちを、拾えたんじゃないのかなっていうところでは、大竹グッピッチでした。広島対阪神、7対5で広島の勝利というところで、ね、このカード2勝1敗で阪神に勝ち越しでしたけども、広島としてはね、まあ、3連敗ねしなくてもよかったっていうところもあるし、広島としては序盤にねいい得点で逆転したからね、このまま3連勝行きたかった、しかもね村上を先発に立ててっていうところもあるけども、阪神先発村上ね7回107球7安打3三振2四球3失点、徐々にね追いつかれちゃったね。で、広島先発アドはね4回76球5安打2三振2四球3失点っていうね、まあ、その後ね、矢崎が久しぶりのね開幕も行きながら、なんとかリリーフで踏ん張りながらっていうねところはありましたけども、広島ね初回先制っていうところで、秋山がねライト前ヒットで、ここで秋山が盗塁したところ梅野がね、セカンドへ悪送球で、ランナー三塁に進塁して、矢野がね前日に引き続いてライトのタイムリーヒットっていうところで、まあ、ミスでね失点っていうところで、かなりね、流れの悪いね阪神としてはスタートになりましたけども、点取られた後すぐね、2回の表、佐藤島田連続フォアボール、あとはこれ言いたかったね、この連続フォアボールで、梅野がねしっかり送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁からね小畑がレフト前タイムリーヒット、前日2打席連続ねバント失敗っていうところね、汚名返上で初回にしっ、ね、2回にしっかりタイムリーで、ワンアウト1、3塁からね、小畑がしっかり盗塁で走って2、3塁にしてから、村上がレフトへね勝ち越しタイムリーヒットで、ワンアウト1、3塁になって近本が犠牲フライと、隙なくね連打も入れてピッチャーの村上もヒット、足も使いながら完璧なね攻撃で一気に3点で逆転、まあ、これも阪神が勝つんちゃうかと思ったけどもね、4回裏、坂倉の間が連続ヒット、石原が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁からね、菊池が、フォアボールなんだけども、ここでワイルドピッチね1点バーンと、ね、だからこんなちょっとずつなんかねミスが絡むよね。で、5回にもね、ワンアウトから矢野がフォアボールで、小園がねツーベースを打って、ワンアウト1、3塁から坂倉のショートゴロの間にね、1点返して、同点っていうね。だから初回もね梅野の、セカンドへ悪送球から失点で、4回にもねワイルドピッチで失点っていうところではミスが絡んでいくね。ちょっとねエラーとしては記録にはなんないけどもね、ワイルドピッチはね、そういったところもったいないよね。で、8回の裏3対3で迎えたところで、ピッチャーね村上から島本に代わって、小園がライト前ヒットで、坂倉がアウトになるけども、ここの前にねダイソーに葉月が出てきて、もう葉月が出てきたらもう絶対走るっていうところでね、まあ坂倉のところでは走りませんでしたけども、ワンアウト1塁から野間の時に盗塁で、1塁やったから野間を敬遠
で、ワンアウト一塁からね、ピッチャー島本から石井に変わって、初球に三盗。ね。はつき、くっとる。ね。まあ、でもここね、やっぱセカンドにもうはつきとか、ほぼ走りそうじゃん。そうなったらね、牽制っていうよりね、投げなくてもいいから、逆ターンの牽制一回入れるとかね、逆ターンの牽制の振りするとかすると、そんなね、足上げですぐ走れなくなるからね、こう、普通に牽制もそうだけども、これ逆ターン、外国人選手みたいにね、逆ターンもね、ちょっと入れて、スタートを遅らすとかやっていかないと、ね、まあこのね、初期の盗塁ね、そこまでめちゃくちゃスタート良かったかって言われると、三投の中ではそんな、めちゃく、良かったよ。良かったけど、めちゃくちゃいい方じゃなかったから、まあ、サードギリギリになったんだけども、梅野としたらね、この初期の盗塁、セカンドもサードも完璧なスローイングしてるからね、キャッチャーとしての責任はない。もうピッチャーのね、間合いとか、牽制とか、盗まれるとかっていうところがね、結構大きかったんじゃないのかなと。あとこのね、島本から石井に変わったっていうところでね、初期はこのね、空白期間、ピッチャー交代の空白期間があったから、そこで一息入れてね、三投、二投、三投といけたっていう可能性もあるし、この石井の投球練習中、ちょっとタイミング測ってた可能性もあるよね。そういった意味では、このね、隙をね、見逃さないこの初期のね、洞察力っていうかね、で行動力ね、走力っていうのは素晴らしかったし、でワンアウト満塁になってね、菊池が三振するけども、ツーアウト満塁のところで石井がね、またワイルドピッチ、これはでも梅野止めなきゃいけないよね、前に横に弾いてた、前に止めなきゃいけないっていうところで、でも葉月がね突っ込んできてね、セーフっていうね、これ葉月がもたらしたね決勝点。葉月くそビッグスパイダーで、その後、ドバイシもね、レフト戦ね、2点タイムリーツーベースを打って、二股もね、センター前タイムリーヒットを打って、一気に4点っていうところで7対3、大逆転。ね。で、しかし9回表ね、前側のセカンドゴロの間に1点、そして大山のホームランで2点返すけども、ま、さすがにね、4点差はちょっとね、大きかったかなっていうね、ところになりましたね。まあ、ということでね、ちょっと阪神はね、自滅っぽいね。まあ、あとこのね、3点を取ってからのこのね、3回、4回、5回、6回、7回、ね、8回と得点できなかった。特にね、7回は、2アウトながらも一三塁チャンス作って大山フォアボールで誘ってるね、レフトフライっていうところで、まあ、このね、リリーフ陣もね、踏ん張ったっていうところはあるよね。広島のね、矢崎、堀江、森浦ね、で島内とね、リリーフ陣踏ん張ったところがね、しっかりこの逆転劇をもたらしたっていうね、ところでは、広島のね、逆転のカープっていうね、3連覇の時の試合展開のような試合だったような気がします。ね、阪神としてはちょっとミスがあって、自滅っぽい戦いになりましたね。まあ、結果としてね、2勝1敗でタイガースは勝ち越しでしたけども、ちょっと後味あるな試合になった。カープはね、3連敗しなくてもよかったっていうね、試合展開でありましたね。さあ、もう送り事故いきましょう。まずはヤクルト対巨人。巨人の皆さん、ヤクルトはね、結局村上サンタナです。ここをね、しっかり抑えていけば、勝てます。頑張って。ヤクルトの皆さん、巨人はね、結局岡本です。岡本ヘルナンデス。この2人に打たれるか抑えるかが勝ち負けの勝負どころです。頑張って。中日対広島。中日の皆さん、ね、カープ、ね、タイガース戦も見たと思いますけど、カープね、点取れなかった、足もどんどん使ってくるので、牽制、間合い、そういったところもね、しっかりやっていきましょう。そして連打になってくるんでね、ちょっとね、先頭、フォアボールとか先頭はね、きっちり抑えていきましょう。カープの皆さん、ドラゴンズね、ドラゴンズもね、いい戦いしてるけどもね、なかなか得点力がね、伸びてこないからね、まあ、先頭をね、しっかり抑えながら大量失点になることを防いで、あとね、中盤以降ね、リーフ陣はめちゃくちゃいいから、序盤ね、とにかく序盤に点取りに行って、1点でも多く取って、ね、強力リーフ陣と勝負しなくていいようにやっていきましょう。はい、阪神対 DeNA。DeNA 皆さん、阪神ね、まあ、サトテルちょっと調子上がってきたっていうところもあるけども、ちょっとギクシャクしてるから、全体的に何かギクシャクしてます。ギクシャクしてるっていうところは隙が生まれます。そこをね、ついてついてついて、一気にね、C に向けてね、DeNA やっていきましょう。阪神の皆さん、DeNA ね、何気にやっぱりね、渡来やな。渡来がいいジョイントで2番でなってるからは、この渡来を塁に出してると、一気にね、この佐野、牧、宮崎と躍動しちゃうからね、渡来気をつけていきましょう。渡来の抑える方法は、インコースのボール球を振らせることです。はい。パリーク。西武対ロッテ。ロッテ皆さん、西武ね、今井前回楽天キラーでね、頑張ってる初戦っていうのもありますけども、まあ若手がね、躍動している中で、でもここで負けたら終わりです。ね、自分たちの野球をして、しっかり勝っていきましょう。西武の皆さん、ね、
ロッテとかもうどうのこうのじゃないです。自分たちの野球をしよう。我が手をアピールしていこう。ね。チャンスはチャンス。チーム内ね。チャンスはチャンスでございます。頑張っていきましょう。ソフトバンク対楽天。楽天の皆さん。ソフトバンクはね、山川も打ち出したけど、まあ前日ね、この竹内がね、いいピッチングしたから、初戦早川でしょ。この竹内のね、まあ同じ球投げれないとしても、竹内の配球とかもね、参考にしながらね、攻めていきましょう。そこにね、初戦勝つヒントがあります。ここしっかりね、勝って上とのね、ゲーム差を詰めていきたいですね。はい。ソフトバンクの皆さん、もうね、まあ普通にやっときゃね、勝てると思いますけども、もう強いんでね、50勝もうすぐっていうところはあるけども、ね、楽天としたら、まあここね、雨でね、試合も空いて、フレッシュしたね、状態で来るんでね、そういったところではね、躍動感持ってやってくるかもしれないですけども、ね、浅村の一発とかね、鈴木大地のつながり、ここね、気をつけていきましょう。ね、辰巳、鈴木大地、浅村ね、ここがね、ほぼ得点圏。あとね、下位打線のフランコのたまにの一発があるからね、そういったところは気をつけていきましょう。ね、で、あとは、オリックス対、日本。ね、オリックスの皆さん、日本もね、若干こう打線がね、沈んできてるからね、積極的にね、ボール先行したらね、一発あるね、選手たち多いから、積極的にストライク先行で勝負していきましょう。はい。日本ハムの皆さん、オリックスね、ちょっと杉本がね、復調仕掛けてるからね、そういったところのね、杉本、そして、セデーニョ、ここら辺の一発はね、気をつけよう。ここで一発出るとね、一気に大量得点とかになっちゃうからね。一発だけケアしとけば、そんなに大量得点されるね、心配ないと思うんで、そこら辺ね、低めの制球っていうところを気をつけていきましょう。まあ、それではね、週末、3連戦、オールスター前、ね、あと、どれぐらいあるかな ?15 試合ぐらいかな皆さんね、オールスターまでどんな順位になるのかね、楽しんでいきましょう。